ますのは初登場です。旅館民宿旅豊の上沢豊弘さんです。大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。上沢さんです。初めまして。皆さんにせっかくですから多くの皆さんに顔を見せていただく上沢さんです。よろしくお願いいたします。さあ沖縄、さあこのあんこうですけれども、大洗では昔からあんこう料理の味どころとして知られているんですね。もう食べた方もいらっしゃるかと思いますけれども、お鍋にしても美味しいし、友酢にしても美味しいしと、はい、そして早速切っていただきました。こちらはこちらヒレで、ヒレの部分をまず切っていただきました。もうあのステージの方には、あんこうの七つ道具ということで、それぞれの部位が飾られておりますので、そちらも参考にしていただく、見える方そちらを見ていただきながらね、ヒレの部分大きいでしょ。はい、はい、まずは両方のヒレの部分です。七つ道具の一つが切り落とされました。続きまして、ちょっとそれは切れ目を入れてる感じですか。そうですね、はい、今皮を取るんで、はい、それも剥がしやすいようにしてます。あの上沢さん、あれですね、かなりこう落ち着いた感じでこう手に入れようとは思えぬさばきを見せていただいておりますが、切り込みを入れて、続いては皮の部分、これちょっと注目だったりという方で離れましょうか。はい、どうぞカメラを持つの皆様、撮影タイムです。さあこの後は皮の部分をきれいに取っていただこうと思います。さあタオルを持ちましたけども、それはどうしてでしょうか。ちょっとぬるぬるしてつかみにくいので、これで引っかかりよくしてます、はい、見てて見てて、よく見ててね。ます、すごいでしょ。ちょっと切れ込みを入れて一気に剥いていきます。さあもう一回です。でもね、ここの部分もとっても栄養があってね、あのこうやって切ってもらわないと食べられないので、こうやってあの綺麗に切ってもらって、みんなのねお口に入っていくということになります。皮の部分を切っていただきました。見えるかな、見えますか。はい、あのちなみに上沢さん、どの部分が一番こうやりがいがあるというか、上沢さん的にお気に入りのポイントとかってあったりお気に入りですか。はい、まあ、お気に入りはやっぱ肝とか開けた時に大きいと。ああそうなんですね、気持ちいいと思います。じゃあそこを取る前にあの皆さんに宣言をしていただいて、はい、皮の部分を取っていただけたらと思います。皮の部分もね、見せるためではなくですね、ぬるぬるのさばき方であんこうは切っていかれるということになります。さあ続いてどちらの部分に行くんでしょうか。まずは、はい、下顎のところを取って、下顎の部分、はい、を取ってエラを出していきます、うん、はい、なんか大丈夫ちょっと怖い、大丈夫、あ、よかった。あの初めて見る方、ちょっとねあのグロテスクなところもあるんですけども、とってもね怖い顔してますけれども、おとなしくてとても栄養があって、あのあれですよね、体も温まるお魚ですもんね、たくさん栄養があってね。これが下顎です。はい、下顎の部分取れました。生前の話を言われて、これは七つ道具とはまたちょっと違うんですよね。そうですね、はい、これは、まあ、はい、でこれが今見えたのがエラになります。続いてがこれがエラです。あ、エラの部分、皆さん見えますか、はい、ちょっと見せていただいて、あのちょっとピンクになってる部分がエラの部分。じゃあ3つ目の七つ道具、これを取っていきます。はい、エラの部分、そこはあの他の身の部分と比べるとちょっとこうペラペラっとしてる感じですけども、ね、結構食感もどうなんでしょう。そうですね、軟骨みたいな感じだと思います。じゃあこう弾力というかコキコキする感じなんですか。そうですね、なんていうんですかね、このひだの中心に、はい、入っていたら要チェックですね。そうですね、はい、貴重品なんで。お、貴重品なんですね。量がどうしてもちょっと少ないんで、あんま取れないんですよね。もちろんあのあんこうの大きさにもよりますよね。そうですね、ですよね。今日のじゃああんこうは大きめなので、
エラーの部分もちょっと大きかったりするんですか、これって。エラーもそうですね、大きい、はい、はい、そしてで次が、はい、ちょっとお腹のていく姿を見ていてください。で、肝を取ります。あ、ついに上澤さん、お気に入りの肝の部分ですね。あ、なんかちょっと大きそうじゃないですか。さすがに体も大きいのでね、見てて、ほら、大きい。これどうですか。肝ですね。かなり大きいですよね。今日は大きいと思います、だいぶ。すごい、あの肝と呼ばれる部分ですね。あのお鍋でももちろん美味しいと思うんですけども、その他に美味しいおすすめの食べ方なんて上澤さんのところでは。肝刺しとかよくありますよね。肝刺し、はい、蒸して、はい、もみじおろしとかポン酢とかで食べる。美味しそう、はい、ね、ちょっと甘みが、ね、ありますもんね、はい、はい、さあ、大きな肝の部分が取り除かれました。肝刺しか。あのもうあんこう鍋とかあんこう料理食べた方っていらっしゃいますか、会場の中で。あ、結構いる。ありがとうございます。お鍋ですか。お鍋、お鍋、やっぱお鍋の方が多いんですね。温まりますもんね。野菜もいっぱい豊富に入ってますし。さあ、続いては、もう簡単にね、あの上澤さんやってるように見えますけども、これはもうたくさん修行されたんですもんね、上澤さんも。ですよね、さっきいろんなところでね、はい、やっぱりこう、どのくらいかかったんですか、こういうふうにあの完璧にできるようになったのって、修行始めてから。いや、そう、まあ実際にできるようになったのは 2,3 回見ればできるんですけど。え、見てですか。そうですね、上澤さんがなんか優秀なんじゃないですか。いや、でもあの魚さばけるんだったら多分誰でもできると思います。そうなんですね、はい、ですって。さあ、だんだん痩せポーチになってきましたけど、さあ続いて、これが胃袋ですね。胃袋、それも大きい方ですか。そうですね、まあ、このサイズにしては普通くらいかなと。それで、その胃袋で、はい、そうですね、すごい、だんだん順番にね、あの綺麗にそれぞれ全部あのお鍋の中とかに入るんですもんね、あんこのところは ね、はい、これが胃袋。胃袋でございます。僕の方には見えにくいですけど、卵ついてるんですよね。そうです ね、こっちの横のこの皮膜のこの一番外側にあるここが卵巣になりまして、はい、ここの細かい粒々があるんですけど、はい、それがあの卵になります。ちょっとね、ごめんなさい、遠くの方にね、見えにくいんですけども、しっかりと卵がついております。ありがとうございます。さあ、卵巣があるということは、この、アンコウは、メス。そうですね、メスですね。ということになる。メスの方が大きい。はい。これ卵巣を取ります。はい。じゃあ、先ほど蝶々のように綺麗に広げていただいた卵巣の部分をカットしていただいております。メスなんですって、皆さんが食べていただいて、さっき大きい20キロの姿のままのアンコウがだんだんとちっちゃくなっていきます、ね、その様子を皆さんにご覧いただいております。今回もあの2回吊るし切りは開催する予定ですので、午後の分もありますのでね、ぜひあの途中からになってしまったお客様、ぜひ2回目の吊るし切りもご覧いただければと思います。さあ、今度はなんだかちょっと大きなところを切り取っていただいております。はい、これは大身というところですね。大身、まあ、一般的なる普通に身のところです。身のところ、はい、あの食べやすいところですよね。そうですね、一番食べやすい、はい、普通に魚ちょっと苦手な人でもここだったら食べやすいかもしれないですよね。そうですね、ね、身の部分だとね。さあ、今ねご覧いただいてますけれども、こうやって見るとアンコウって本当に真ん中の大きな骨の部分以外はもう食べられないところ全然ないんですよね。そうですね、もうこの骨も全部バラして鍋に入れますので、はい、あ、骨の部分もなんですか。そうですね、目玉くらいだと思って捨てるんです、ね、全部、はい、そして綺麗になりましたけども、はい、以上でこちらで完成ということです。どうぞ大きな拍手。今日は20キロの大きなアンコウを
初登場でさばいていただきました旅館民宿旅豊の上澤豊弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。この骨だけになった、あ、こちらですね、はい、お待たせしてすみませんでした。カメラどこだ。